これを求めて山本先生が目玉付けをしています。今私たちが使っている電気は原発の東北電力の文字が見えますね。私の東北電力は青森県の東東原発、宮城県の長野原発、2カ所に原発を持っていますが、いずれの原発も震災以降停止したままです。つまり私たちは3年以上にわたって原発なしで暮らしているのです。この前の暑い夏も、その前の寒い冬も、私たちは原発なしで過ごしやすいことができました。このマウントを左折して、与野路橋の方に向かっていきます。今こそ脱原発再稼働反対の声を上げて原発のない未来を作っていきましょう。もし水曜日に行動しますので、何でも考えています。どうぞ皆さんに行きましょう。原発いらない、原発いらない、再稼働反対、原発いらない、再稼働反対、ここが与野路橋になります。市役所の前に戻ってまいりました。毎週水曜日はこの時間に脱原発
と反対を求めてデモ行進や動画をしています。今私たちが使っている電気は原発を一切使わずに賄われています。また私たちが使う東北電力は宮城県に女川原発、青森県に東通り原発、2カ所に原発を持っていますが、いずれの原発も3年前のあの大震災と止まったままです。つまり私たちは3年以上にわたって原発なしで暮らしています。その前の暑い夏も、その前の寒い冬も、私たちは電気が足りなくなることはありませんでした。原発がなくても電気は足りているので、また日本全国を見ても、昨年の秋に関西電力の大井原発が停止して以来、一日も原発が動いていません。日本中で今年の暑い夏も、その前の寒い冬も、原発なしで乗り切ることができました。私たちは電気がいらないと言っているのではありません。原発で作った電気はいらないと言っています。そしてそれは今年の夏、この前の冬と原発なしで乗り切ることで実証されました。それでも私たちは原発が必要でしょうか。3年前に事故を起こした福島原発周辺では、国が指定する帰還困難区域、居住制限区域、国が指定する地域だけでも7つの市町村、5万人弱の市町村、まだ全然大丈夫だと言っていません。そして事故を起こした福島原発事故から、まだ燃料が残ってあるかわからないから、原発の調子は全く立っていません。それどころか、海には放射能を含んだ汚染水が毎日垂れ流しの状態です。私たちは原発がなくても普通に暮らしていけるのです。今こそ脱原発、最多でも反対の声を大きく上げて、子供たちに原発のない社会を残していくのではありませんか。信号でちょっと全員渡りきれなかったので、今信号待ちをしています。原発盛岡でもデモしたいです。毎週金曜日のこの時間に脱原発再稼働反対を求めてデモやビラ巻きをしています。3年前に事故を起こした福島原発、その周辺では未だに家に帰れない人々がたくさんいます。国が指定した帰還困難区域、居住制限区域、国が指定した地域だけでも7つの市町村、5万人弱の人々が家に帰ることができません。
3年が経った今でもです。そして事故を起こした福島原発自体も未だに燃料がどこにあるか分からず、収束の見通しは立っていません。また海には放射能を含んだ汚染水がずっと垂れ流しのままです。東京電力や国は必死で食い止める努力をしていますが、残念ながらその成果はうまくいっていません。私たちは電気がいらないと言っているのではありません。原発で作った電気がいらない、そう言っています。私たちが使っている電気は今原発を一切使わずに賄われています。また私たちが使う東北電力の電気は3年前の震災以降原発を一切使わずに賄われています。東北電力は宮城県に女川原発、青森県に東通原発、2カ所に原発を持っていますが、あの震災以降を停止したものです。つまり私たちはこの前の暑い夏もその前の寒い冬も原発なしで普通に暮らしていくことができました。今こそ脱原発再稼働反対の声を上げて、子どもたち次の世代に原発のない社会を残していきましょう。原発いらない、原発いらない、再稼働反対、ゴール地点で原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、原発廃炉、原発廃炉、今すぐ廃炉、今すぐ廃炉、原発廃炉、今すぐ廃炉、今すぐ廃炉、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 原発廃炉、原発廃炉、今すぐ廃炉、今すぐ廃炉、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 原発廃炉、今すぐ廃炉。お疲れ様でした。ポッ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 。95回目の脱原発無料滝のデモ、38名。まずは、はい、38名ということですね。ちょっと、人数低空気味なのが続いておりますが、ここでなんとか持ち込まれて、持ち込まれて、頑張っていきたいと思います。39名、はい、39名です。もう40ぐらいにもないですかね。はい、初めてです。ありがとうございます。95回目です。ありがとうございます。まだまだそういう方がいらっしゃると思うので、これからも皆さん、地道に前に声、周りに声を振ってくださいね。ちょっと歩いてください。なんか、今日は、40名とかで、はい、参加を誘っていただければなと思います。来週ですね。はい、来週の11日にですね、昼デモがありますので、ちょっとそれの告知をさせてください。こんばんは。来週の木曜日11日なんですけれども、毎月1回の昼デモを実施します。必要場所は盛岡歴史館、元の県立図書館の前の花時計のところに集まっていただきたいと思います。で、大体30分ぐらいでクロスクラスで、解散ということになります。ご都合のつく方はぜひ、参加をお願いいたします。はい、ありがとうございます。あと先日のビラ巻きに参加された方はご存知かと思いますけども、今月もですね、今週、来週は、デモをしてですね、第3週目の19日は戦撃的お勉強会をちょっとしたいなと思います。で、前回ですね、食べ物、水産物を中心にですね、永田先生、海を守る会の永田先生にお話しされて結構好評だったので、今回も引き続き食べ物についてちょっと行きたいと思います。で、今ちょっと交渉中なんですが、餌地の方の有機農業をやっている高知山さんという農家の方にですね、ちょっとお越しいただいて、農家が震災以降ですね、放射能汚染でかなり苦しんだんですけども、どういう対応をしてきて今どうなっているのかというお話をですね、生産者の現状をちょっとしたいなと思っております。ということで、今月もですね、第3週19日はお勉強会で、最後の26日最終週はまたビラマスということでいきたいと思いますので、チラシもありますので、よかったらない方は家の冷蔵庫でも貼っておいていただく結果ですので、ここにお願いありますので、どうぞ。それでは特になっていれば、これで終わりにしたいと思いますが、皆様、よろしいでしょうかね。はい。それでは、95回目のご時間とご連絡を、どうも皆さんのご苦労様でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今の話をもう一度、確認します。11日、ですね、に昼デモがあります。1時に、ちょっと待って、まあ、今まだ中継入ってるんでごめんなさい。なんだっけで、明日1時に、あ、違う、明日じゃないや、11日1時に、結局何なの、盛岡歴史文化会の前ですね、集合になります。それから来週も通常にデモで、再来週19日が、公会堂でお勉強会と、でそれから最終週の26日が、ビラ巻きというふうになっていきます。またぜひ、いろんな方にご参加いただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。そんなところですね。本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあこれで中継終わります。